次を。でそして報告事項になりますけれども、報告事項以降です以上ですが、現在皆様もご承知の通り台風10号が接近をしてきています。動きの予測というのはなかなか難しいところでもあるんですけれども、2時現在、今日の2時現在の最新状況によればですね、8月31日から9月1日頃にかけて大阪に再接近する見込みというふうになっております。これは今後の状況と変わる可能性がありますので、我々としても危機管理部においてこの台風の動き、そしてそれに対する対応体制というのをしっかりと取っていっていると対応しているという状況でありますが、それぞれのメディア等から発信される、また自治体等から発信される台風の情報をにぜひ留意いただきまして、台風が来た場合での備えの準備をぜひ進めてもらえたらと思います。僕から以上です。他にご質問ございますでしょうか。そうしました、毎日新聞さんどうぞ。毎日新聞の藤川です。お話の最後ので言及いただいたんですけども、台風の10号の関係で非常に強い勢力を保ったまま九州から、本州を東に進んでくるという進路が予想されていて、ちょっと重複してしまう部分もあるかもしれないんですけど、府としての備えというのと、あと万博会場が橋とトンネルでアクセスのある夢島で今工事がちょうど進んでいるというタイミングなので、そちらへの知事から見て、追加の要請であったりとか注意してもらいたい部分、あとはその立地の関係だと大阪市にはなると思うんですけども、万全な対策が取られているのであれば、その旨お話しいただければなと思います。はい、まずこの台風10号については、速度であったり震度であったり少しちょっと呼びにくいところがあるというふうにも言われています。実際数日前とは全く違う進路を進んできています。で今の今後の情報が変わる可能性ありますけれども、現在の情報で、に基づけば8月31日から9月1日の朝にかけて大阪に最も接近するというふうに予測をしています。そしてこの防災体制として、大阪府は台風、大型台風が来る場合のタイムラインの判断基準というのを設けています。おおむね3日前から判断基準を設けてて、その中心円、暴風域中心円からどのぐらいの距離があるか、150キロ圏内に入っているかと、大阪の府庁、大阪府庁を起点にして150キロ圏内に入っているかとか、あるいはその風速が35メートルかとかですね、そういったタイムライン発動の基準というのを定めて、それに合致すれば防災危機管理司令部というのを立ち上げて職員体制を引くという、その時間によったタイムラインがあります。今日はそういった意味で8月31日9月1日なんで、じゃあそのタイムラインには乗ってきてませんが、そのタイムラインは当然意識した防災体制を今整えているというところです。明日が一つ判断かなというふうには思っています。立ち上がるとすれば防災危機管理司令部が立ち上がるのではないかなと予測はしています。そこからさらにリスクが高いものは災害警戒本部、これは知事がトップになるものですけれども、ここは予測値として今の台風を見るとそこに当てはまらないんじゃないかなとは思っています。今現状そういうそういう状況の中で、やはりこの台風というのは進路として非常に大阪に接近する可能性が高い台風でもあります。ですので31日この週末にかけて大阪に再接近する可能性がありますので、府民の皆様に置かれてはですね、例えばその飛散し飛んでいきそうなものについては固定をするだとか、あるいは屋内に入れるだとか、この台風に対する備えを取っていただきたいと思います。大阪府としてもこのタイムラインに沿って台風の進路強さというのをきちっと注視をしながら防災体制を整えていきます。そして万博会場についてはですね、これはもちろんそもそもその今
あの今万博会場で建てる建物というのは建築基準法上のそのルールに基づいて建ててますので、例えば大阪パビリオンであればあの最大瞬間風速80メートルに対応できるぐらいの設計を取っています。ですので風圧に対して構造上当然対応できるというもので進めています。まあ、そういう建築基準法がありますから、まあ、それに基づいた建築をしているというところです。まあ、今回近づいてきますので建築の資材がありますか、建築の資材が飛散しないように建物内に一時移動させるとか、あるいはその重機がありますから重機について、まあ、転倒防止策を取るとか、あるいはそのクレーンを畳むとか、まあ、そういった固定をするとか、まあ、そういった対策を実施することになります。まあ、これはまあ、これは当然工事請負業者事業者がやりますけれども、まあ、これは別に大阪パビリオンに限らず、まあ、大阪万博会場の、まあ、全て この工事についてはこの万博今大阪パビリオンの例を説明しましたけれども、まあ、会場台風が近づいた時の対策というのはこれみんな分かってますので、それを取るということに